ハヤトロックチャンネル、いらっしゃいませ。お絵描き YouTuber のハヤトロックです。本日も当店のご来店誠にありがとうございます。今回はですね、レイヤーマスクについて解説していきます。もしもですね、今回のイベントが楽しかった、ためになった、次も来てみたいと思った方はですね、チャンネル登録お願いします。次回以降の当店のアクセスが楽になると思います。またコメントしていただけるのも本当に嬉しいです。評価していただけるなら高評価でも低評価でもどちらでも、今後の動画作成の指標にさせていただきます。ハヤトロックチャンネル、はい、ではですね、今回のイベント内容はレイヤーマスクですが、分かりやすくですね、レイヤーマスクとはこういうことですね。どういうことか分かりますか？はい、ある一定の範囲内だけに表示する技法です。今回はですね、目に対してレイヤーマスクを適用してますが、別の使い方もできますので、レイヤーマスクを勉強していきましょう。今回は私が主役チャンネル、はい、まずですね、今回使います素材がこちらです。それではですね、レイヤー構成を説明していきますね。大きく分けて髪、目全体、肌の3つに分けてます。さらにですね、この目全体のフォルダーにはですね、からくりが仕組まれてます。中にはですね、こんな感じでレイヤー分けしてるんですが、説明していきますね。はい、まずはですね、このように上から髪レイヤー、目全体のフォルダー、下に肌レイヤー、この3つをですね、このような順で作ります。そしたらですね、この紫色に今表示されている目全体フォルダーの中にレイヤーマスクっていうですね、フォルダーと白目レイヤー、まぶたの線画のレイヤーを作ります。続いてですね、この青色のレイヤーマスクのフォルダーの中にですね、この黄色で表示している黒目というですね、フォルダーを作ります。その中に目ハイライトと黒目線画と黒目色というレイヤーを作ります。そしてですね、必要に応じてこれら、この今緑で表示してるやつですね、のフォルダーもですね、任意に追加してみてください。目のですね、色を重ねたりとか、白目の部分の影をつけたりとかですね、する場合、任意で付け足してください。また、このですね、ここの黒目って書かれてある黄色いフォルダーの部分に関してはですね、目の形だったりとか、修正がですね、もう必要ない場合はですね、レイヤー統合してしまっても大丈夫です。念のためにですね、統合の前にコピーをして、バックアップは残しておきましょう。もしかしたらですね、修正したくなっちゃうかもしれないんでね。で、今このですね、説明したレイヤーの構造を実際に見るとこんな感じですね。このような感じになってます。一応ですね、こういうところにですね、つけてある色はですね、この画像と同じような色をつけてますので、また後からでもですね、ちょっと確認をしてみてください。はい、それではですね、レイヤー構成も作れて、線も色も描けてると仮定して手順を進めていきます。ハヤトロックレイヤーマスク実践編チャンネル、はい、それではですね、ここからが今回のイベントの一番の肝の部分です。まず白目を自動選択ツール、このマークのツールですね、ここ自動選択ツールを選んで、白目の部分をですね、ポチッと選択してみてください。自動選択ツールはですね、初期の設定のまんまだと1個選んでもう1個選ぼうとしたら前のやつが消えちゃうんですが、ここはですね、シフトを押しながら押すと2個とも選べるようになります。またこちらですね、自動選択ツールのツールプロパティの作成方法というところですね、ここのこのプラスのところを押してあげると、シフトボタンを押さなくてもですね、2個ポンポンと選ぶだけで選択できるようになります。はい、そうしたらですね、選択された状態のまんまレイヤーマスクのフォルダーを選択して、このマークですね、ここ日の丸みたいなマーク、これがレイヤーマスクを作成というボタンなんですが、ここを押しますと、はい、フォルダーの横にマークがついたの分かりました？これがついてない状態で、これが押した状態ですね。で、このマークがついたら作業は完了です。黒目フォルダーを選択、この状態ですね。そしてこのマークですね、レイヤー移動っていうツールなんですが、これを使うと目が動きます。先ほど選択した白目の外には出なくなりますね。で、目が動くようになります。これがレイヤーマスク効果ですね。はい、ついでになんですが追加補足しておきます。レイヤーマスク、ここをですね、選択した状態で、ここのですね、マスクの範囲を表示っていうのにチェックを入れますと、このようにですね、青くなるんですが、この青くなっている部分が表示されなくなる部分ですね。もしもですね、この範囲を変更したい場合はですね、このマスクを選択している状態、この状態ですね、これ選択されてない状態、
これが選択されている状態。このマークの部分をタップすると、この白枠が出るようになりますので、これが選択された状態ですね。この状態で消しゴムツールを選んで塗ると、青い部分が増えてるのがわかりますかね、これ。はい。この状態で、一旦ここちょっと範囲消しますが、黒目を動かすと、黒目の部分が狭くなったのがわかります。で、逆にですね、ここを選んだ状態でブラシなどのツールで書き込むことによって範囲を広くできます。はい、この状態がどういう状態かといえばですね、また一旦ちょっとここ範囲を消しますが、黒目を選んで移動ツールをやると目の外に出て広がった部分までですね、目が動くようになっちゃいます。はい、なのでここでですね、選択範囲を広くしたり狭くしたい場合はですね、ここのマスク範囲を表示っていうのを表示して、消しゴムツールを使えば範囲を小さくできて、ブラシなどで書き込めば選択範囲を広くできるっていうことになります。はい、補足終了です。はい、ではですね、レイヤー移動ツールで目を動かせるようになりましたが、あまりですね、動かしすぎると片目がですね、おかしなことになっちゃいますんで、こんな感じになっちゃいますんで、まあ、絵にもよるとは思いますが、例えば、これでちょっといい感じにしたい場合はですね、この黒目ですね、選んだ状態、黒目フォルダを選んだ状態で、投げ縄選択ツールなどを使って、片目だけですね、こんな感じで微調整してみてあげてください。はい、実際にはですね、大きく目の位置を移動するならですね、書き直した方がちゃんとですね、目線が目標物を捉えてるようにですね、できると思いますが、微妙なちょっとした位置ならですね、この方法で調整してみてもいいかと思います。また今回はですね、目でレイヤーマスクを解説しましたが、例えばですね、こんな感じ、これは何ハラスメントですか？テレビの中のですね、映像を動かす感じでですね、こんな感じでレイヤーマスクっていうのもですね、使えるかと思いますので試してみてください。一応ですね、こちらここのですね、レイヤーの色分けもですね、先ほどのこれと同じような色をつけて色分けをしてますので、ここですね、どんな順番で置けばこのレイヤーマスクができるのかっていうのをですね、参考にしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、前準備がちょっと多かったので長く感じたかもしれませんが、どのレイヤーにですね、マスクをすればいいのかっていうのをですね、理解できるようになったらですね、すぐにマスクできるようになると思います。この動画をですね、何度か見て覚えてみてください。はい、僕はですね、こんな感じでクリスタの機能紹介であったり、絵描きに便利なアプリなどの解説をしています。他にもいくつかですね、解説動画を公開しておりますので、よろしければ見ていってください。再生リストを概要欄に貼っておきます。チャンネル登録やコメントはめちゃくちゃ嬉しいです。評価もしていただけるなら、高評価でも低評価でもどちらでもポチッと評価をお願いします。それでは今回は最後まで当店のイベントご参加いただきまして誠にありがとうございました。また次回のご来店もお待ちいたしております。それではまたね。バイバーイ。